今の月は気持ちよかった、決まった。はい、どうもこんにちは、こんばんは、ユーロです。では、ミラージュね、やっていきたいと思います。まあ、これはね、自分は無料で手に入れることができたんですが、まあ、980円で買える、あの対戦アクションゲームですね。やっていきましょう。まず、そうですね、アリーナ戦からやってみましょうか。3対3のアリーナ戦ですね。それからやっていきましょう。はい、参加する。で、これ場所によって結構、有利不利がありますけどね。ちょっと、このノーマル、はい、こいつでやってみたいと思います。こいつは一番こうバランスが取れてるというか、あー後ろからやられた。あ、もうでも途中から入ったから結構4対4でいい勝負のところに入りましたね、今ね。で、途中でこうやって変えられるんですよね、キャラを。このデブキャラは結構こう、あれですよ、キントーンじゃなくて魔法の絨毯に乗ってね、攻撃したりとかできるやつです。で、QEF、まあ、これはマウスに慣れ当ててやってます。で、こういう感じで2通りのものを選びます。これ多分ランクが上がるとやれるところとかも増えると思うんですけどね、やれることが。で、この現在のランク、ここはね、なんか多分エラーですね。はい、もう一回ちょっとやってみますか。はい、今途中から来て死んだだけですからね。で、これ多分制限がかかるのは味方にキャラが多くなった場合なんでしょうね。で、舞台は、5種類ぐらいあるのかな。ランダムで変わります。これは下に落ちる感じですよね。ごめんなさい、パニック混乱。3、2、1。はいはい、やばい、あー、防御が間に合わなかった。で、右クリックで防御で左で攻撃ですね。はい、まあ、そんな感じでこれ3対3で5勝した方が勝ちと。これ結構ね、モーションが大きいのでタイミングが取りづらいというか当てづらいですね。あ、後ろからか。全然活躍してない。危な。ランダム上からやられたんかい。結構これコンビいいですね。向こう罵られた。5、4、3、2、1。めっちゃ弱えじゃん、うちのチーム。
ちゃいましたね。はい、まあ、こんな感じで3対3でやって、最後戦績が見れると、自分だったら殺害3に死亡5ですね。はい、こんな感じで見れるという感じです。ユーロチャンネル。はい、でチームの目標、これやってみたいと思います。次はアークをエスコートするか。だからまずアークのところまで行かないといけないということですね。アーク、アーク、ここだ。とりあえずこれエスコート、エスコート。うわ、よし。We are close to defeat. ああ、防御が間に合わなかった。あれをね、多分守ったらいいと思うんですよね。だからもう速攻、とりあえずあれを脇目も振らず取りに行くという感じなんですかね。よしよし、誰も狙ってない。 OK、 じゃあ運ぼう。防御したんだけどな、当たり判定がいまいちまだつかめてない。よし、とりあえずエスコート、エスコートのうちの、あ、40にやられたからダメなんだ。エスコートが早いか、向こうの攻撃、自分が40にやられるのが早いかっていうのがチームの目標か。なるほど、もう一回やろう。結構ね、やっぱ無料で配布されただけあって、マッチングもスムーズですし、そんなにこう相手には困らない感じですね。よし、ちょっとじゃあ大男で行ってみますか。まあ、これもね、これで変えられるのでね、そのプレイしながら、そこもまたいいところですよね。そうそう、ここで今変わりましたけど、この陣の中で戦って最終的にこの陣を取るためには相手を外に追い出さないといけないという感じですよね。やばいやばいやばい、逃げよう逃げよう、体力温存。あー、見つかった。でこれいいのは、もうすぐに7、8秒で復活するので、でまた戦地に行くと、それの繰り返しですよね。なのでまあまあまあ、退屈は、死んでも退屈することはないという感じですかね。でこういうところに行って、めっちゃ隠れてる。でここの拠点を
を制圧すると。で来たらダメなんですよ。無双中になってる。全然ゲージが上がらないんですよね。あーやめた。でも今あれですね、こっちが勝ってますね。みんな同時にやられるとね。でこういうのはもうこうやって上から回り込んで不意打ちを狙うのが一番ですよ。こうやって上から行ってこっちからですね、こっちから行きましょう。でやばい、ナイス。よし、ここの拠点は制圧できそう。まだ来たんかい。あ、めっちゃ待ち伏せしてた今。あやられたか。陰険なやつだな、待ち伏せ。まあ自分もやってるんだけど。ちょっと頑張ってやっていこう。これね、ほんとタイミングが取りづらいんですよ。こいつをダメージがね高いですけど、当たったらでかいですけどモーションが大きいので、あの女の人とかね、あのこう小刻みにやるプレイヤーにはこう振ってる時は防御できないのでやられやすいという特徴を持ってますけどね。どうしようかな。ここも今解除されましたね。で逃げる。ヒット&ゴー。ヒット&ゴーでいきましょう。さあ、あとどこだ。来た。やべ。逃げるに限る。あーで背後から狙う。よっしゃ、あーよっしゃだけど後ろからやられる。コンビプレイだな今のは。まあ、結構ね団体さんで近づくのがいいと思いますね。自分みたいな下手なプレイヤーは結構仲間と一緒に行動するか、こういう風に側面を狙うか。やっぱ正面切って1対1でやるとね、横からとか後ろから狙われるんでね、あの同じチームの人にね。なので、で、あの魔法使いとかこっからね結構狙えるファイヤーボールとかあるんですよね。そういうのでこうやるのがいいかもしれないですね。この今分かりました。あの女の人はね結構こうモーションが早いので構えてる時には負けたんですよ。今攻撃してないことはないんですけど、詰められたら負け。グリフ unlocking soon。 そのあたりのこう駆け引きが難しいですよね。
今こっちにいるので、あ、しまった、もったいね、ジャンプ体験振りかざしを使ってしまった。今こっちから回り込んで、ほら、このチームなかなかまとまりがいいかも。さあ、あ、また来た。ここの拠点はやっぱあれですね、なかなかこう、やべえ、苦手なやつ来た。飛ばす。グリフ・アンロッキング・シュー。やべやべ。あ、後ろから来た。あ、やっぱりな。囲まれたか。ああなったらもうどうしようもないっす。負けたんかい。めっちゃ死んでる。4、6。死亡数4。やっつけたかで4、アシスト3。次デスマッチやりましょうか。これ10対10で結構乱戦ができて面白いですよね。10対10、参加。これ本当あれですよね、あの3000円で売ってた時、そらマッチングができなかったら寂しいわって感じですよね。全然面白くないですからね、これ。次どうしようかな。ちょっと、じゃあ、これでいってみますか。あんまり使ったことないんですけどね、これ。使ったことはないのだが。あ、今のね、手繰り寄せですね。やられた。もうだいぶこれ進んでるところに入りましたね。こっちが負けてるのか。87対65。まあ接戦は接戦ですね。敗北が迫ってる。やばい。あ、めっちゃ乱戦。この10対10、わけがわからないっていう。一回混戦になるともう誰が味方やら敵やらっていう。まあどうなんですかね、どういう風に映ってるかはわからないですが、結構見た目以上に難しいです、うん、多分、まあ、こういうね対戦アクションゲームに慣れてる人だったらねいいですけど、自分みたいな不慣れなものは結構あれですね。じゃあアリーナ戦行きますか。チームデスマッチ、多分これは殺せば殺すほどいいんだろうな、多分ね。倒せば倒すほどいいと思います、多分。よし。ね、これ結構マップも綺麗ですし、作り込みもね、こんな滝があったりとか。するので割といいマップですよね。あ、違うじゃん違うじゃん、味方じゃん。あ、こいつやべえやつだ。味方を倒すやべえやつ来たよ。こういうやつがいるからね、あれなんですよね。you
混乱を与える爆発パンチ、これやってみましょうか。爆発パンチ、どこだ、いるか、そこか。10体の100体倒すってね、結構ハード。17対10、まだ勝ってる。おお、めっちゃ吹っ飛ばされ、おお、めっちゃ吹っ飛ばされた今。やべえな、足引っ張ってんな。できるだけちょっと生き延びることを考えるか。足引っ張ってるな。結局ね、隠れながらやるとその人に関しては少なくともカウントされないので、とりあえずセーフティーに、セーフティーに行動するっていうのも一つの方法ですよね。仲間が全員好戦的だったら、まあすぐに決着がつくっていう、ある意味メリットあるかもしれませんけど。びっくりした。同じ考えの人がいると。こうやって戦地に行ったらすぐ負けるっちゅうね。23対20、めっちゃいい勝負、めちゃくちゃいい勝負してるし。このモーションですからね。そうですね。アフタータッチをされた強力な装備が充填されたら防御構造としてオベリスクを使用しよう。なるほど。自分のターゲットの間に距離を作り出すクイックキック。敵を空中へと飛ばし短期間の間戦闘不能にする投射物を発射。これやってみようかね。27対20めちゃくちゃいい勝負。めっちゃ上から飛ばされた。めっちゃ残殺だな。よしよし。 OK、今の月は気持ちよかった。決まった。
の突きは気持ちよかった、決まった。よし、オッケー。ああ全然違うとこついた。どこだどこだ。あれ防御してるんだけどな、ちょっとのタイミングなんだな。敵が結構振りかざした時にカーンですよね。そのタイミングが取りづらい。怖えんだよな、なんか味方も裏切ってくるからな、さっきみたいに。とんでもねえやつがおるからな。やばい、よし、カオスだな。この血の量がすげえわ。さあ、お、勝利はすぐそこ。出た。残り1分。時間切れの場合は多分あれでしょうね、得点が高い方が勝つというシステムなんでしょうね、多分ね。とにかく自分がやられなければ1マイナスはないっていう。で、とりあえず集中攻撃と。殺戮。あー、やばい。さあ、あと2。あと1。これは死んだだろ。おー、ピタリトリー。気を急ぎましょう。シンメトリックっていうのやってみますか。デブでやってみるか一回。破壊的なビームをコントロールすることができる。空に飛び上がり、ああこれ逃げるときに使えるやつだ。次は？よし、ちょっとデブでじゃあやってみるか。ファイト。アーク、アンロッキングシュー。とりあえず一緒に行動する系ですね、これは。そうそう、こいつを運ぶんだ。そうそう。うわ、首ちょん切られた。そうそう、あいつを守って押すということですね。だからあいつの周りにいた方がいいと。ただ守りにばっかりしてたらすぐにやられるので。オーバーヘッドアタック。
ちょっとやっぱこいつ苦手だな。兵士であろう。なんか違った、間違えた。許せ。集中攻撃。防御できなかった。敗北がもう迫っているという。全然だな、うちのチームは。銃かよ。拠点を、あれ二人折り重なるように死ぬ。そしてビンビンするっていうね。ユーロチャンネル。はい、いかがだったでしょうかね。まあまあまあ、いろんなモードがありますね。拠点を制覇するのが先か、それを守って殺すのが先かとか、まあ100人。まあ一番わかりやすいのはデスマッチでしょうね。先に100殺した方がいいと。で、チームの目標は、あれですね、拠点を制圧する方が先か、倒す方が先かのやつですね。はい。まあ、いろんなモードがあるので、アリーナは3対3の純粋な戦いが楽しめますし、まあ、いろんなモードがあるので、ぜひ皆さんも、無料の下はね、その引き続き、そして、980円で購入できるので、ぜひやってみてください。はい。ではまた、次の動画でお会いしましょう。もしよろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いしたいと思います。ではまた、ユーロでした。バイバイ。